どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、すごい、ビッグ ななかなかの、お知らせをさせていただきたいと思います。ガズレレとGラボで、作っているガズのわがままウクレレシリーズ、こちらなんですけれども、毎月だいたい月の後半に予約注文で、ちょっと先になって皆さんの元にお届けというシステムでやってたんですけど、なんと1月の末からですね、在庫をこちらで持って、ご注文いただいたら3日営業、3営業日以内に発送ということが、とうとう可能になりました、皆さん。これはですね、やっぱりベトナムと、ベトナムの工場がすごくこう、いい感じで回ってきてる、こう、証でございまして、今までは、やっぱりちょっと時間をかけながらやってたんですけど、やっぱり、いろんなこう、制作過程だとか、工程を見直して、で、もう本当に一丸となってこう取り組んできて、コロナを乗り越えてですね、それに勝ち得たというか、もうだんだん在庫をこう持てるようになってきまして、そういうことで、全部の種類ではないんですけど、結構、一応、種類もたくさんあります。コンサートサイズ、テナーサイズ、ソプラノサイズのフレット数とかピックアップのサイズとか、ちなみにガズのわがままウクレレっていうのはすごいいっぱい選べる、ことになってて、ちょっとその辺のどんなことを選べるかちょっとリンク貼っとくんで、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、概要欄にも貼っときます。かなりのバリエーションで今在庫を持ってていることになっております。で、注文いただいたら3営業日以内に即発送ですんで、お手に取っていただくのがもうかなり早くなっております。で、今までね、ご注文いただいてもう1年以上、作り続けている中で長い間もう相当お待ちいただいた方、まあ、コロナの関係とかであったんですけどね、その方も本当に今ここでもう一度ねありがとうございますということなんですけど、とうとう在庫を持って販売できるということまで達成したよということになってます。ただしですね、いつもガズがメインで最近使ってるガズモデルとかセミオーダーはやっぱりちょっと時間がかかるんで、それでも以前よりはだいぶ早くなっておったりとかですね、まあその中でもちょっとまだ品切れになっちゃうものにしても、もう結構すぐ入荷するということなんで、ぜひちょっとチェックしてください。そしてですね、ガズレレのウクレレラインナップの中で一番リーズナブルな、ガズの初めてウクレレも、今回26日の正午から、3営業日以内に即発送という風になってますんで、いろんなウクレレ、こっちをまとめて、チェックの方よろしくお願いします。一応、その発売日の、ご案内なんですけど、1月26日のお昼ちょうどからになります。はい。2022年の1月26日正午、このガズレレ G ラブホームページ、今これリンク貼ってる概要欄にも貼ってますので、ここでですね、在庫表みたいな、今何のウクレレがあるかっていうのをリストにして、すぐそこでね、チェックできるようになって、しようと思ってますんで、ぜひ、必見でございます。はい。これはなかなか今年一番大きいビッグニュースじゃないかなというふうに思います。そしてですね、さらにもう一個、時を同じくして、1月26日の、お昼ぐらいにその予約注文再開なんですけど、そのタイミングに合わせて、ベトナムのですね、工場見学というのをですね、オンラインで、ガズクラブ、いつも選定させてもらってるね、660円で楽譜落とせてみんなでワイワイやってますよって、そこのメンバー限定で、オンラインでですね、ベトナムの G ラボ工場内に潜入して、どんな風に作られてるのか、どんな木材使ってるのかっていうツアーをしたんですよ。それをですね、なんと、皆様に YouTube で大公開したいと思います。その動画見ていただいたら、もうどれだけ、この我々の、ガズレレと G ラボのこのウクレレの、その制作過程とかもすごいことになってるんですよ。めちゃくちゃ手間がかかってるし、本当に大切に一本一本作られてるっていうのがめちゃくちゃよく分かっていただけると思います。もじゃくんがもういろいろご案内してるすごいスペシャルな動画の、まだいくつかの動画に分かるんですけど、まず第1弾を公開したいと思います。その動画を見ていただいて、そのガズのわがままウクレレシリーズっていうのはどういうものかっていうのをめちゃくちゃこう理解が深まってくれると思います。どれだけこだわりがあるかっていうのも分かってくださると思うんで、ぜひその動画の公開も、お待ちにしといてください。1月26日、この日が、ウクレレの販売と、動画の公開という日になりますんで、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。つまり明日ですね、ちょっと一日お待ちいただいて、ちょっとね、ガズのウクレレたちのこと、ちょっとここにね、もう一回今一度ホームページリンク貼っとくんで、事前、観察、ちょっとどんなもんがあるのか、ちょっと事前チェックの方よろしくお願いします。本日は、今年最大のガズレレ&Gラボのお知らせの、動画でございます。はい。とうとう在庫販売が持てるようになって、即座に皆さんの元に発送できる、全てではないにしても、なるということでございます。はい。皆さん、これからもガズレレ YouTube&Gラボウクレレのことよろしくお願いします。バイバイ、またね。
こちら、ガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ。これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日、2、3日中にはこう発送されるというものなんですけど、あとね、これから言うね、このガズのわがままウクレレシリーズとかウスレレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通り。これいろいろあるんですよ。まずは、ガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まずピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはねフレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル、コンサートだったら16フレットだったっけ、15フレット、ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ。同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ、ウスレレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの厚さが薄いから、案外慣れが悪いように思うんですけど、そんなことなくても、めちゃくちゃでっかい音がする、すごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレとウスレレは、ほぼ、オーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットの、この数が、ほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさが、ソプラノコンサート、テナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ薄レレも、わがままウクレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがありまして、これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよ、ね、今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、こう3兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい。そして、いつも最近ガズが使ってる、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで撮ってるんで、もうおなじみだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そして、このね、ガズモデルも選べるんだ。これ、ボディの厚さとか。盛りだくさん。それとですね、あとセミオーダーウクレレっていうのがあります。セミオーダーウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて、皆さんのお手元に届くやつ、皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそ、ポジションマークの形もいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう解説してるんで、見ていただければと思います。